で今日はねすごいさっき言った 背骨とかをこうやってたわむっていうことをやって、そしてそれの、まあ、種である手っていうのがもっと器用だよっていう話だったんだよ。うん、で手のやっぱりね、具合が悪い人っていっぱいいるじゃない。なんか例えばヘパーデン結節ってここからグギって曲がってたり、ブシャール結節って第二関節からグギって曲がったり、これ全部毛細血管に行ってないだけだからね、血液が。で神経っていうのも全部血管があるんだよ。でその神経の血管も悪いってことなの。だから神経使えなくなってるってことなんですよ。っていうことは頑張ってこの尺骨動かせやって話なの。うん、この頭骨ばっかり使ってるんじゃなくて尺骨頑張って動かせやってことなの。だからもう壁のさっき言った壁に対して腕立て伏せをして近寄っていく、肘を上げて、こんなことはもう日常茶飯事でやっててみ。そしたらこうやって組めるの当たり前だから、まずもう自分の中で入れ替え操作をして、そして調和をするの自分の中で。あ、ここだと楽だなーっていうところで何も力いらないんですよ。んで一生懸命ね、猫背なのに引っかけて踊ってる場合じゃないのよ。そういうこともしてないの。横の方にただたわんでて、でさっきのスーっていうやつが乗っかってるだけなの。うん。で、これが苦しいとしたら、やっぱり背骨のこういう硬さとかがあるから、やっぱり側屈したり屈伸したりして、ここ柔らかくしとこうねっていうような話なんですね。